はいどうも、ジェットシンです。こんにちは。ですね、行きたい会社、そして手応えがあったような会社と出会いました。先日ですね、現状報告の中間報告のような動画を上げさせてもらって、まあ泣いて待ってもらってるところとか、今の現状通過率とかをお伝えしたんですけど、やっとですね、ここだったらとか、ここで働きたいなとか、ここだったら自分がすごく活躍できる環境じゃないかな、自分が望んでる環境にめちゃくちゃマッチした会社が出てきました。で、面接をした時にお話を聞いてそう思ったんですよ。で、私もこうですとお伝えして、すごく手応えがあったというか、向こうの方も、もうもしかしたら合ってるかもしれないですねっていう形で、まあ断る理由ないですからねぐらいのこと言ってくれたんですよ、気持ち的に。で、それが終わって、昨日終わりました。で、まあ私もその候補としては泣いてもらってる会社さん一つと、金曜日にもう一つあるんですけど、志望度が高い最終面接、そこの2つと、昨日のところがもう一つ抜けてるんですよね。なので結論から言うと、この会社さんに OK をもらえたら、昨日行った会社に OK をもらえたら、もうずっとということでお断りをして、就職をしようと思っているんです。なんですけど連絡が来ないんだよな。連絡来ないんですよ。連絡が、いや、まあ、昨日の今日なのでないかなと思ったけど、勢い的に話した感じだったらもうすぐにでもっていうような勝手な印象を受けたんですよ。もうすぐにでもみたいな、それぐらいだったんけどな。恋愛でいうところの、もう付き合っちゃえよみたいな、二人とも告白まではその場ではしない、なんか一緒におったら楽しいんだなみたいな。で、ああ、めちゃ付き合うな。あ、それ、その映画好きみたいな。え、じゃあ今度行こうや。っていうところまで行ってるんですよ。その映画一緒に行こうって言って、日取りはまた後で決めようと思って。ね、僕としたら。ね、行こう行こう言うて、家に帰って。で、今日はありがとう、楽しかったよって、ね、メールを送ったんだけど、そこが返信がないというような状態ですね。一応まあ、ありがとうございましたっていうメールは送ったんですけども。で、今週中には連絡をしてくれるっていうことを言ってくれたんですよ。それだったら今週、まあ他の会社受けてるのしてるので、今週中に連絡をしますと言ってくれたんですけども、なのでまあ木曜日金曜あたりに来るのが普通だと思うんですけど、やっぱりね、すごく行きたい、ここに行きたい、ここで働きたいって思いが強いので、なので待っちゃうよ。もう昨日から携帯見て、昔でいうセンター問い合わせみたいな感じで、LINE じゃないので、メールなので、Gmail や UK のフリーなので、まだ来てないから、リロードして、来てないなって。いやー、長いなー、そればっか気になっちゃって、本当に。なんかこう、来てないかな。でも怖いのよ。ここまでガーンって上がった会社初めてだったから、ここダメやったら、いろんなマイナスに考えちゃう、予防線を張るために。考えちゃうんですよ。なんでダメやったら、あんなに手応えあってもう言ってくれてるのに、ダメだったら、多分これを人に話せば大丈夫です、絶対来るよと言ってくれると思うんですよ。絶対そんだけ言ってんねんから。でもやっぱ怖いよね。もう落ちたくないから、ちょっともしかして気が変わったんじゃないかとか、お金過ぎないとかできてんじゃないか、他に何か来たんじゃないかとか、昨日も心にもなくて、あんなね、うちは別に断る理由ないからとか、でもうちとしたらうちでいいのかなぐらいですぐらいの発言があったんで、そこまでこいつとはちょっとと思ってたら言わないんでしょうね。信じようとは思ってるんですけどね、お腹痛くなってきた。いや、ここから連絡あって一緒に働きましょう、いつから勤務しますかっていう話し合いまでそこに行けたらもうめちゃめちゃ嬉しい。久しぶりの正社員で働くのは8年ぶり、いや6年ぶりなんですよ。ねえ、6年ぶりの正社員です。もう人間になって働きたいな。ということで、また結果が出たらまた報告したいと思います。ということで、出会いましたというので、まずは好きな人ができたよね、好きな人ができたよというような報告です。ごめんなさいね、気持ち悪くて。まあそういう感じで、やっとで、もう、
ったので、皆さんもピンとくるのが出てくるっていう可能性もあるのかなと思いました。なんかアドバイスとかじゃなくて何十社か受けると声が出てきたっていうのは嬉しかったので、やっててよかったなと思います。まあ、ね、入ってみないともちろん分かんないですけども、今の段階で自分がワクワクして働きたいことっていうのがあったということで、また報告したいと思います。さよなら。